皆さんこんにちは。今日は羽田空港に来ています。私の地元である北海道へと向かっていきたいと思いますよ。今日もよろしくお願いします。この時はね、ちょうどお盆のシーズンということもあって、ちょっとね、飛行機はお高めということになっていました。2ヶ月ぐらい前にはね、撮ったという形なんですけれども、片道2万超えっていうね感じでしたね。羽田新千歳線はもう世界でもね、もう有数のドル箱路線ということで、非常にね人気の路線、利用客数の多い路線ということになっています。さあ、去年頑張ったおかげで JAL の上級会員になっている私は、こうして桜ラウンジ、 JAL のねラウンジ、こちらでね休むことができます。ジュースを飲んだり、お酒とかもねあったりします。マッサージ屋なんかもねあって、とてもね過ごしやすい。ちょっと早く行ってね、ここで休むっていうのがいいのかなと思います。さらにはシャワールームとかもねあるんですよね。歯ブラシとかも貸してくださるので、過ごしやすくていいなと思います。さあ、よく晴れた日でした。羽田空港を飛び立ちます。あまりね、普段私窓際には座らないんですけど、この時はねちょっと真ん中の席だったので、よく、ね、窓の外が見えました。もう今離陸しましたね。私は GoPro というカメラを使ってるんですが、このカメラ使うとね、結構なんか臨場感ある形で見えますよね。今雲とか層の厚さがよくわかりますよね。低いところにある雲、はるかね上の方にある雲、それがね分かれているのがよくわかると思います。いやー、陸地も形がよくわかりますよね。地図を見て比べてみたくなってしまいますね。さあ、旋回をしていきます。やっぱり滑走路というのは行く方向が決まっていますから、どうしてもね目的地と合わない場合があります。そういった場合はね、できるだけもう離陸から時間が経てば経つほど旋回した後に取り返すのが大変ですから、もうなんせねジェット機ですから、それだけね多く進んでしまうということになってしまいます。できるだけ早く旋回というのをされるようになっているんですね。離陸してあっという間に旋回を終え、新千歳空港北海道の方へと進んでいきます。いや、先ほどはね、上に見えた雲、下に見えるということなんですね。こういった風景を見るのもね、飛行機ならではだと思います。これ今下はね、雪で覆われた陸地かと思うんですが、雪ではなくですね、雲になっています。綺麗な雲が、地上が見えないほどにですね、覆いかぶさっているんですね。また太陽がね、とっても綺麗に見えます。青空もね、光っていますよね。さて、北海道に近づいてきました。雲のね下にまた舞い戻ってきたわけですが、ちょっとね天気が悪いのがよくわかると思います。雲の上はねやっぱりいつでも晴れているということなんですが、雲の下となるとねこうして天気が悪いということなんですね。思えば先ほど真っ白になっていたところはだいたい青森ぐらいだったかなと思うんですが、青森あたりからねもう天気が悪かったんですね。お盆の最初の頃でございます。2023年のお盆は結構ね台風なんかも来たりして、いろんな地域でね雨風、これがねすごかったのかなというふうに思います。さあ、そろそろ新千歳空港やってきました。滑走路がね見えてきました。着陸の瞬間はねやっぱり緊張する瞬間の一つでもあります。ガガンという音がねするんですけれども、しっかりと着地に成功するんですね。そうすると、ちょっとね、安心しますよね。ぐーっと止まっていきます。予定通り、飛行機は新千歳空港にやってきました。JAL の機内では、コンソメスープとかね、飲めるので、これはね、非常に毎回楽しみなんですが、機内でいただいて、快適に過ごすことができました。さあ、北海道限定のねクラシックとかリフォンナポリンとか、そういったものの、ね、広告がいろいろねされています。さあ、空港の中は結構ね面白いんですよね。かまえという、ね、かまぼこ屋さんがありますが、こちらいろんな種類のかまぼこがあります。こちらもとっても美味しいんですよね。温かい状態で提供されています。そしてこちら美瑛専科というお店なんですが、こちらコーンパンというのがとっても有名なんですよね。並びます。一
1時間ぐらい前からね並ぶということなので、私もね並んでみることにしました。続いてやってきたのは木の戸屋。東京でもねちょっと有名なお店なのかなと思います。こちらのソフトクリーム、チーズタルトなんかもね有名なんですよね。ソフトクリームは新千歳空港限定ということもあって人気なんですよね。こちらもいただいていきたいと思います。木の戸屋、最近東京、まあ、その他の地域でもリンゴ、英語でねリンゴって書いてあるアップルパイ屋さんが結構ね都市にもあるかなと思うんですが、それもね木の戸屋のブランドの一つなんですよね。ソフトクリームはね中が空洞になっていました。珍しいタイプですよね。とても美味しかったです。木の戸屋第1位と、ね、なっています。人気なことが、ね、よくわかります。さらにルタオ、こちらもね北海道の有名なお菓子ケーキ屋さんになりますけれども、こちらもね入っています。さあ買いました美瑛専科のコーンパンでございます。こちら1つ1500円、5個入っている感じなんですね。5個で1500円ということです。こちらがとっても美味しいですよね。さてここからは北海道&東日本パスという切符を使っていきたいと思います。だいたい青春18切符と同じぐらいの、ね、期間、少しこちらの方が長いんですが、夏、春、冬とねあります。こちらは7日間です。7日間もの間 JR 北海道と JR 東日本なので、東北や北海道ほとんどですね、あと関東、こちらがまあ乗り放題という切符になります。青春18切符と違うのは、途中ね青い森鉄道とか岩手銀河鉄道みたいな第三セクター、こちらがね青春18切符使うことできませんが、こちらの北海道の東日本パスは使うことができます。そんなこんなでこの切符を使ってこれから7日間旅行をしていきたいと思います。いやーちょっとねワクワクしますね。7日間もの切符、こちらね連続じゃないといけないんですよね。新千歳空港 JR 駅があります。早速ねこの JR 駅から出発ということになります。こちらがコーンパン、焼きたては美味しいですね。最初ね蓋をがっちり閉めない状態で渡されます。それはねもう温かい状態で渡されるからなんですね。冷めるまではね蓋を閉めないでくださいということになっています。さて新札幌駅というところで降りて車に、ね、乗り換えてやってきました。こちらみそのとか月山中央というところの、ね、近くになります。カリー軒という名前なんですが、実はねハンバーグがとても人気なんですね。チームナックスという俳優集団の方々の、ね、行きつけということで、ね、とても有名なお店です。こちらハンバーグ、いやこちらがねとっても美味しいですね。王道のハンバーグの頂点という感じです。さあここから先はねちょっと札幌、また東北の方も回っていきたいと思います。今回この動画はここまで、いかがでしたか？動画がいいと思ったらいいねやコメント、チャンネル登録もお願いします。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。